<music> え皆様こんにちはえー、まあ ただいまの,のビデオ、世界救世長を救う、まあ、皆様がお一人お一人、まあ、どのように感じられたのかなと、まあ、思っております。 まあ私自身印象に残りましたのは、明、まあ、ス様、二代様、三代様と、まあ、現教師様は、ね、お姿はもちろんですけれども、特に二代様、三代様の元に集っておられた信徒の方たちの映像ありましたね。 あの映像が非常にいい印象に残りました。まあ、メス様がご昇天になって、まあ、人によってはね、もうメス様の信仰をやめられた方もいたでしょうし、まあ、そういう中にあって、まあ、メス様が まあご遺言によってね、二代様に託されて、そしてそれを、まあ、信じて、メ主様が亡くなっても、メ主様のご信仰は終わりじゃないと、続いていくんだと。それ教主様を、がね、メ主様の見心を限界に表していくんだということを、 信じた方たちがいたとこれは何もメス様はこれからは理事会の人たちでやってくださいとおっしゃったんじゃないですよあるいはそのそこに集った信徒も理事会が衰退したからあ理事会が衰退した人だと言って二代様三代さんのもとに集っていたわけではないですよメス様が 二代様に後を託されるということは、メス様は教団の中心はこれから、ね、教師様、教師という座において私が、を通して私が働くんだと。いうそのメス様の、おー、まあ、願いを、信じられた皆様が、が、ま、あの場にね、二代様、三代様のもとに、 集っておられたと。で、その方たちがいたから、名詞様信仰は、継続されて、私たちが名詞様のことを知ることができて、神様に出会うことを許されたと。だから私たちが今日ここにいるのは、名詞様ご昇天後に、 教師様っていうご存在を信じられて、ね、信仰を持ってくださった方たちのおかげで私たちが今日ここに集わせていただいていると。だからそう考えるとまあ私自身もそのことを思うとまあそういう方たちがいたからの皆様であり その皆様あっての、まあ、私であると。思いますし、またね、私だけではなくて、皆様がその尊い信仰を継承してね、今、いらっしゃる。でもそれによってまた、ね、ス様の本当の救い、神様に出会う人たちが、これから、ね、生まれ得るということを思うと、まあ皆様お一人お一人の、 信仰というのはどこまでも尊いものだなとありがたいなとまあそういうことを思っております。まあ、というようにメス様がメス様はそのどんな団体でも主人公がいると中心仰せですね。 もうそれ日本において言えば、それ究極的には天皇陛下であられると。で、これが、まあ、世界急世教においては、その中心、主人公。これは教師様だったわけですね。まあ、教師様であると。で、これが、 まあ恥ずかしい話ですけれども、この教団が揉めまして、その主人公、教主様っていう主人公は、いらないと。まあ世界救世教という呼ばれる、今呼ばれている人たちは、教主様はいらないと。その主人公がいらないと。で、じゃあ、ね、じゃ次の教主様と呼ばれる、 ね、その東海大学名誉教授の渡瀬信行氏がねじゃあその信徒の模範となって名詞様信仰の信徒の模範となってそのね徳によってその方の徳によって世界救世跡を導いていくのかというとまあどうやらねこの方は表には出られないようですので。 まあ規則やね、狂気に、教師様の認証っていうのがあるので、きっとそれを、まあ理事会の人たちの必要ですのでね、そういうことを、そういう手続きをしてくれるという、まあご存在なんだと。まあ事実上そういうことなんだと思います。となると、今の世界救世教の主治において、 その主人公っていう、ね、中心の存在、信徒に崇められるべき存在、名様信仰の模範となるべき存在は、もう一人しかいないと。それは、今のビデオでもあったように、その世界旧跡を館長と言ってる、長沢義行氏ですね。この方が、教師様がいらっしゃら、教師様がいらっしゃらないんだとしたら、 四世様はいらないということは中心は今はな世界救世教の艦長という方がそのね信仰によって信徒の模範となり世界救世教を導いていくんだとこれはもう私あまりね その長沢さんっていう方が表だって話をね、されたのは聞いたことはない。まあどちらかというとね、教師様のお言葉をね、ここが見教えと違うとか、いうことで批判する文章みたいのを、まあたくさん出してるっていうのは知っておりますけども。もうそれは文章め、膨大な名詞様のね、 見言葉から「ここが違うここが違う」ここ違うっていう批判する文章はまあつくのは誰にでもできることですけれどもでもまあもしそこまでの大切な旧石王にとってそこまでの長澤さんっていう方が大切なのであれば、まあ、許されないと思いますけれどもね許されるならば、ね、こういう場に来ていただいて。 ね、そのご自身の信仰生き様話していただきたいとそれについてね教室様とか私でね本当に名刺様の身心にかなう歩みをしているのか判断したいと、まあ、そう思ったりするぐらいですけどもでもこの 世界救世教を救うっていうタイトルですけれどもこれは名ス様ご自身は世界救世教っていう名前は一度も使われたことはあのないんですよ名ス様はもうご焦点になるまで世界メシア教名ス様ご自身はこれが救世世界救世っていう世,の世を救うっていう漢字を書いて えー、その旧姓の読み仮名として、えー、メシアと振ってらしたと、メイス様は。だからメイス様のご在生中は、今のね、例えば世界旧姓を救うっていうビデオを見た場合は、みんな世界メシア教を救うって自動的に読んでたわけですよ。メイス様時代は。 でもそれが、メッシ様ご昇天後たった2年で、まあ、1957年ですね。メッシ様ご商店1955年。メッシ様ご昇天後たった2年で世界旧跡をなって、ねそのメシアっていう読み仮名を、まあ、都合良かったですよね。読みを変えて、特別記載しなければ、ま、旧姓だっていう、ね、旧姓とも読めますから。っていうか普通旧姓って読む漢字ですからね。 で、結局、1957年から、2021年の今日まで、世界救世教で、今はもう、この世界救世教っていう字を見たら、誰もが世界救世教って読みますよ。メイス様自体は誰もそんな読み方してなかったんですよ。世の中も。これは、私はもしね、イス様が、今突然ね、来られて、 それで世界救世教っていう字を見てみんなが世界救世教世界救世教って言ってたらびっくりされると思いますよ。だ僕はこれは名ス様に対するいわば騙し討ちみたいなものだと思いますよ。名ス様は救世っていう感じにメシアのね読んでほしいと。しかも その旧制、世界旧制教というのは東洋的で面白くないと、はっきりおっしゃってますけどね、メス様は。だから、西洋のメシアっていう言葉を使いたいと。と、これは、僕は最近、これはダメス様への騙し討ちを私たち全員でし,してしまったんだなと。まあ、そんなことを、 思っておりました。まあ、その、目的は、わかりますよ、意図は。要はその、メシアって言っても結局、世を救うことなんだから。だから、別にメシア、メシアっていうのは、ちょっと刺激的な言葉ですよね。要はキリスト、イエスキリストがメシアとされてるし、非常に宗教的、どう考えても宗教的な響きですから。 だからこれを、まあ、表看板にしたくないということですよね。だからメシアの働きが世を救うんだからだからもう世界救世教としてもいいじゃないかということですよね。 で、これが一と一びこれをしたら、ね、一びこのようにメイス様の見心から離れたら、もうその後は、あの、再現ないですよ。今度はもう、世を救う。最初はメシア。メシアをメイス様が出されたかった。でも、我々が、いや、メシアって言っても世を救う働きなんだから、メシアは出さなくていいじゃないかと。言ったらもう次は、いや、世を救うっていうことは世の中をより良くすることなんだから、 別に宗教じゃなくてもいいじゃないかと。っていうふうにいきますよどんどん。人間側の名ス様の都合よりも人間側の都合ですよ。でそれの、まあ、我々自身もろに関わっていましたけどね直接的にそれは MOA っていうことですね象徴的に MOA 美術館とか MOA の活動っていうように世の中で言われていることに名ス様の ね、解かれたことを落として進んでいこうとこう全然一言じゃないですよこれは私たちもう人に紹介するのに MOA 美術館だったら紹介しやすいとかもう メシア教が旧世教になって、もう宗教でもない団体になっているんだったら、もう、メイス様の御心からあまりにもかけ離れてますよ、その時点で。でもそれを我々受け入れてね、むしろ、好都合だと、友達、人に伝えるのに。メイス様が神様っていうのも、キリスト教の天の父の神様なのに、それをこの、 神道,的なね、神道とか仏教を受け入れられてますから日本で。だからそれを神道的な,なんか神様の言い方に置き換えたりね要は世の中で一般に言われていることに名主様のことを落とし込んでその中に自分も入って人に伝えてそれで名主様のね見心を実現少ししてるっていうふうに思ってきたじゃないですか我々みんなですよ。 でこれが、僕はその最初の、その我々が踏み誤った第一歩は、もうその世界メシア教を世界救世教にしてしまったこと。これがもう、まあそれが一番最初の誤りであったと。だから僕はこの今のね、今の、 全身素の光教団のこの教団名がカタカナでメシア教っていうふうにしてるのは漢字にしてるとね漢字で振り仮名だとまたいつそうなるかわかんないですけどもカタカナならもうまあ逃れようがないっていうかねもちろんそれも変えて変えようと思えばいくらでも変えられますけれどもでもカタカナとしてはっきりメシアとして出すことによってメイス様に対してねもうメイス様が お出しになりたかったのは世界メシア教なんですねっていう、まあ、メス様への断固とした、まあ、名様への断固としたって言いますか、メス様に対するね、お詫びを込めた意思表示であると。でもまあ、とにかくそのように、世界メシア教を世界救世教にしたことによって、えー、まあ、 メス様のご都合よりも、メス様の残されたこと、そのものよりも、人間側が、ね、教団の運営とか、人に伝えやすいとか、受け止めやすいとかっていうことを主体とした、あり方をする道にもそこから、ずっと入っていたと。条例。 名主様はもう六十何年も前ですよ。ご条例は二の問題。っておっしゃったのは名主様ですよ。このねご条例のことになると、いや教主様がどうだとか。ご条例は二の問題って言ったのは誰ですか名主様ですよ。 これから壮年の世界である五条例は二の問題だとそれは明スさは世界メシア教時代におっしゃったとで世界旧正教の我々はそれは都合が悪いと不教はあの宣教をねしていくのに五条例っていうのが便利だともう関係ないんですよ明ス様の御心は で、教師様がね、それにお答えになろうとすると、ね、その条例に向き合って、いや、本当はね、私たち一人一人の中にある神様の手、ね、私たちがいろんな思いを感じるけれども、それを神様が受け取ってくださってんじゃないかと。その手が私たち一人一人の中にあるんじゃないかということを思われて訴えられると、教師様はね、条例を否定していると。 ということは名主様を否定しているということになっちゃいますよ。あるいはねキリスト教のこともそのキリスト教とこうね京都の友人がいてキリスト教のことを学んでる問題だと。今日のお歌五首ね。 まあ親切に「名士様お歌ってなってましたけどもね教室様が作ったお歌じゃないかって勘違いする人が、まあ、いるんじゃないかと思われるぐらいの全部「晴れるや」っていうね「晴れるや」があんなに「名士様晴れるや」っておっしゃってたのかと。じゃあ私たちがね今までの今までの歩みの中で例えばハレルヤ「晴れるや」 言っていいんですよも例えば「あっねっ晴れるや」って普通の、ね、会話の中で言ったらお,おかしいって思う私たちがいませんかというぐらい私たちは名治様の御心から離れてるということですよ名治様があんなに晴れるや」っておっしゃってんのに言ったことあるんだろうかと晴れるやとね今日の見言葉もう一体ですよ名治様にとってはイエスも自分も 一体ねキリスト教の学校に行くのは何が悪いんだとメス様キリストを拝ん,拝んでもそれは私を拝んでるのと同じだと私を拝んでるのはイエスを拝んでるのと同じだともう密接に関係してますよ今日12月今日っていうかメス様のご生誕が12月23日イエスの生誕が12月25日 絶対関係ありますよでも、まあ、私たちは、まあ、それ今ねそのことは分かりますけどももう世界救世教っていう名前に変えてお前も宗教でもないっていうね道が正しいって思うようになってもうそのことによって メス様は、なんとかね、私たちを本当の道に戻さなきゃいけないと。いうことで、もうこの世界旧成教時代の歴史はもう、大変な歩みですよ。内紛内紛。聖地を奪い合い、警察も出てきて、裁判裁判。 まあ今もしておりますけれども。それメイス様が、世界メシア教に戻りなさいと、私の見心に気づきなさいと、もうその厳しい愛の無知によって、私たちをね、混乱の中から気づいてほしいと。 で結局我々は、まあ、我々の仲間ですけどね結局尾行盗聴盗撮恐縮様をね尾行盗聴盗撮っていうところまで結局行き着いちゃったじゃないですかもう信仰者どころかもう人として踏むべき道ではないですよそれはもうそこまで落ちてしまいましたよ私たち自身が人がどうのこうのじゃないですよ私たち自身ですよ で、このこともね、何度も聞きたくないとか、ね、もう前向きに進んでいるのにと。人事じゃないんですよ、これは。人事ではない。やはり向き合わなければいけないことっていうのはあると思いますよ。 で結局ねこの尾行盗聴盗撮っていうことが、まあ、明るみに出たわけなんですけども、ね、よく考えるとこれは、ね、それをされた方たちはそれを表に出るとは思ってなかったと思いますよ元はねそんなこと意してるっていうのは知られたくないと。だから本当は その、教師様のプライベートな時間を撮影、録音とかね、撮影して、そしてそれを、教師様に、いわば、裏でね、裏でって言いますか、それを教師様に突きつけて、まあ、教師様が黙ってくれるだろうとかわ。変わるだろうと。これで私たちの言うことを聞くだろうと。 だからそういう目的ですよね。そうじゃなければ別に普通隠れて付け回す必要ないわけですから。だから僕は尾行頭盗聴盗撮も大変なねことだと思いますけどこの手法っていうんですか。この自分たちにとって都合が悪い人がいるときに取った手法、ね。いや、あの人都合悪い、どうしようかと。何か隠れてね、情報を得てその弱みを持って まあ言うことを聞かせようというこの手法。世界、救世教ですよ。世界を救うべき存在の人たち。もし、もしそれで教室様がそれに屈してたら、どうなるんですか私たち。ね、そういうような手法を取る人たちと。それに屈してしまうね。 まあ弱い教師様。もうその元にいる我々はもうおしまいですよ。そんな教師様と、そういうことをする人たちの元にいる私たち。もう終わりですよ。私たちの、あ、だって上にね、そういう立場が偉くなるっていうのは名士様にできる、名士様に近いからそうなってるのに。教師様もね、脅しに屈する。 でも私たちがねそういうふうな存在にねそんな人たちのもとにならないために教室様が断固としてね戦って立ち上がって下さったと、ね、またそれでそれに応えられた皆様が皆様ですよ。 正しい道を歩むと僕はそう考えるとまあそういうそういう行為をした人たちとかねそのやろうとしてたことを考えるとまたその元にいるね信徒も今いわゆる世界急成長のねに残ってる信徒も うっすら何があったかっていうのはわかってると思いますよ。情報いろいろ出てますのでね。でそれを知ってもなお、まあ、教師様のもとに来ないで残ってるんだとしたら、もうそういう方たちを、私は名主様の名によって、もう名主様の信徒と呼ぶわけにはいかないんじゃないかと思いますよ。名主様に申し訳ないじゃないですか。 ね、そういうことをして。ね、そういう手法によってね、教室様をコントロールしようとして。それが私たちが、いや、あの人たちは名ス様の信徒ですって。まあ私はですよ。私は名ス様に対して申し訳ないんじゃないかと。もう名ス様の信徒ではないですよ。そんなような行為をするのは。 だから、まあね、私がこういうふうに、なんで、ね、こういう話をさせられているのか分かりませんけども、僕はメイス様が、まあ一人でもね、多くの人を救いたいと。もうそんなメイス様の信徒ではないような状況にいない方がいいわけですから。だから、いや、悔い改めるべきことなんだよと。 ね、本当の道に来なさいと、メス様が強く願ってらして、そしてね、そういうことを、今はまだ気づいてなくても、何か、いつか、あ、本当にメス様のね、名を汚すとんでもないことをしてしまったと、気づいて、そして悔い改めることができたら、それはメス様にとって何よりの喜びですよ。 だから確かに聞きたくないのはかりますよ。その喜ばしい話じゃないですかでも救いのために、ね、名詞様信徒の、名詞様信徒ともなってないような人たちのための救いのために、必要なことあると思いますよ。知らなきゃいけないこと。ね、裁判。ね、教団が裁判していることまあ、どう捉えているのかわかりませんけども。 救いのためですよ、これも。何かそんなね、いや、自分たちが正しいとか正しくないって、そんな、まあ、耳っちりって言いますか。そんなことのためにね、我々は裁判すべきではないと思いますよ。だって、あちら側がもし裁判で勝ったとしたら、ね、よ、よ、きゅ二代様、三代様につながる、教師様を追い出した、追い出したって喜ぶんですか そんな喜び方ありますかもう名詞様の信徒としてはもう行き着くとこまで行った姿じゃないんですかそれはでも一人でもねもし教室様にねまだつながることができれば悔い改めの機会もあるかもしれないですよだから僕は今のね世界救世教にとっての 唯一のの救いの綱は、ね、彼らが裁判に負けることそれは彼らにとっては本当は救いの綱ですよ我々は別にね勝っても負けても教室のもとにいるわけですから何も揺るがないですよ、ね、裁判するのも救いのため いうようにまあ、今いろいろ話しておりますけれども、まあ、私はそのこういう話をしてるのは名ス様名ス様っていうとこの前いろんなイメージありますけれどもねでもやっぱり名ス様は儀、ね、正義の義儀の心をね貫くことの大切さ そのことをね我々そのことをね結構忘れがちっていいますかねメイス様の御言葉とかメイス様像っていう時にねいろんな要素ありますけどもこの貫くメイス様義の心これを私たち忘れてはならないと。 メス、えーまあ、様のお歌に,おに「およそうに」ありますね「およそうに」「強きは己を打ち忘れ正しき道を正しき道を貫く人なり」ねこれも漠然と受け止めれば漠然とした歌ですけども己を打ち忘れて正しき道を貫くっていうのは大変なことですよ。我々自分の都合がありますからね。 己の都合が、これがある、これがある、これがあるからなかなか貫けない。これが終われば貫ける。それを忘れて正しいことを知ってるんだとしたら、たとえどうなったとしてもそれを貫くところに神様とメス様が、ならば、いくらでも私の力を援助してあげようと、おっしゃってくださるのに、我々はそれを人間の都合でね、 己を打ち忘れないでいやこういう都合があるってしてね自分の都合のいいにしていれば神様メ命様てたまされないですよ。とからそれを究極的には教師様が世界救世教の教師という座すらもね正しいことのためには立ち上がられたじゃないですか貫いてくださった。の けじめもわかぬ人間を作る教えは疑心理なるラメ善悪のけじめもわかぬ人間を作る教えは疑心理なるラメ美行とかいう行為はもう悪ですよ当然人間としてはもうそれもわからないぐらい私たちの姿というのはもうに疑心理っていうようにね、偽の真理を信じているような姿だったんじゃないのかと 信仰の真髄こそは霊説を守るにありと知れを豆人。この豆人っていうのは神とですね。信仰の真髄こそは霊説を守るにありと知れを豆人。と、限界における霊説は旧世教においては教師様ですよ。限界における霊説はですよ。 その教師様への礼節を尽くすっていうことが実はメス様は信仰にも関係してるんだと。教師様に礼節尽くせなければそれは神様に礼節を尽くすのは不可能ですよ。自分の都合のいいようにこの教師気に入る気に入らない。神様は何でもされますよ。この今の世の中のニュースでも。 ね、すべて神様がしてるんだとしたら、何でもされるお方ですよ、神様は。もう人間の都合なんて度外視してますよ。ね、その神様に対して何が起きたとしても、ああ、あなたがね、何か必要があってなさってくださってるんですねっていう礼節を持てるんだろうかと、私たちが。 ね、物の身に頼りひたすらつかまんとすれど逃げゆく幸福の虹ねそれは物ね法人格聖地教会大切ですよでもそのためにもう尾行みたいなことしたら終わりじゃないですかねその物が欲しいがために そんなことししたらおしまいですよ、えーまあ滅びゆく滅びゆく偽り人の偽り人の儚さよ光の道に背けばなりけると滅びゆく偽り人の儚さよ光の道に背けばなりける光の道って何ですかと。 それはメイス様の道ですよ。メイス様の道は世界メシア教ですから、メシアの道。で、そのメシアの道を教えてくださったのは教師様ですよ。ということは、その光の道っていうのは、まあ、教師様のもとにある。 メシ,アメシアって言ってもメス様メ,メシア教を開教したと同時にイエス・キリストも受け入れてますからねだからメシアっていってもイエス・キリストとメス様教師様のもとにあるこの二人の道これが光の道ですよ。これに背けば、 まあ滅びゆくっていうようにね滅んでいっちゃうとだから裁判ね裁判が終わってもう教室様につながる道がなくなったとしたらもうあとそういう残された人たちのはまあ名詞様からの裁きっていうかね名ス様はもうとうに見放しているとしたら 残されているのは神様からの裁きですよ。神様の御手に落ちるのは恐ろしいことですよ。それは愛のためではありますけどね、悔い改め、悔い改めなさいっていう愛のためではありますけれども、恐ろしいことですよ。でも皆様方はその光の道を選択されて、ね、二代様、三代様、 のね、あの、今日の映像に出てた方たちのような信仰、ね、清い、高い、尊い、揺るがない信仰をお捧げしてくださってると。で今日は、まあ、メススのね、五星誕祭。 名ス様はどのような誕生日プレゼントを一番お喜びになるんだろうかと。それは私は名ス様にとっての宝は名ス様の信徒ですよ。ね、信徒である皆様方。でありその皆様方のその まあ信仰、姿勢、貫く心、それを一番お喜びになると思いますよ。と本当に皆様方が教師様のもとにね、こう集って、ね、条例は二の問題、キリスト教とこうする、ね、それ、メス様が願っておられたことに一つ一つお答えして、 そしてその道を貫くんですよ、私たちは。ね、たとえ、もし不利なことがあったとしても、その光の道、正しき道を貫くところに、神様、イス様がいくらでも力くださいますよ。その光の道を今、歩んでいると、私たちは。と本当に。まあ、名ス様、ご生誕祭。 今日、皆様方の私は信仰をメイス様が本当に喜んで何よりの誕生日プレゼントだと言って必ず喜んでくださっていると思いますしまた今日もねピアノ演奏ありましたけども。 オーホーリーナイトって言ってねあれはまあイエスが生まれた日を祝ってるとめでたいですよでもメイス様が生まれた日もめでたいですよその二人合わせて一つねイエスとメイス様が二人合わせて一つこれがメイス様の道ですよメイス様の道であり世界メシア教の道でそれが光の道 でその光の道を歩む先にはもう我々では想像もつかないその喜びと幸せがもう見えてるんですよ本当はその道を今私たちは歩んでるだから、まあ、これからもいろいろあると思いますけれども私は 貫く心、その清い貫く心っていうのを私たちは忘れてはいけないと。そしてその貫く、ね、義の心を貫く私たちの行く先に神様が大きくね、恵んでくださると、思っておりますので、これからも共に光の道を一直線に共に歩んでまいりましょう。 ありがとうございました。